シェルパチャンネル先生方ここんんににちちはは今日の「シェルパチャンネル」なんですけれども、まあ、今日は今回は私たちがこの「シェルパ」のプロジェクトを始めてちょうど10年に今なったなるなったところなのでちょっと10年を振り返っていろいろ話をできたらなと思って。 いますなんか私たちはこの最初に、まあ、シェルパーっていうのが、まあ、高校英語教育を改革しましょうっていうようなスローガンというかキャッチコピーで始めたので、まあ、先生方の,あの現場の先生方のお手伝いができたらいいねっていうところでまず最初第一歩としてあの授業のモデルっていうか、まあ、授業のやり方っていうのがまあ 今もあんまり変わりませんけど文法訳読式っていうのが結構主流でじゃあその次に何かあるかあった時にないよねって言ってじゃあそこから始めようかって言って、まあ、授業のモデルを3つあ、まあ、結果的には3つなんですけど授業のモデルを作ろうかって確かなってまあでもそれもなかなか簡単にそのモデルを作るとこまでいかなかったなあなんてことを振り返ってんですけど、まあ、私もスクラ先生もね実際モデルを あのそれぞれ担当して作ったじゃないですか。私はすごく自分で苦労したっていう思い出があるんだけどどうです？確かに今太田先生おっしゃったみたいにあの作ってる過程では3つが固まって本になるまではすごいなんかこううんと苦労っていうか。 い嫌な思いもしたなみたいな嫌なっていうの自分の <laughs> 自分の何ていうのかなふがいなさみたいな <laughs> そもそもモデルっていうもののイメージが <laughs> 実はちゃんと共有できてなかったっていうのも分かりましたよね途中で、うん、そうそう最初はなんかあの、うん、金谷先生からご指摘をされたんですけど当時いた高山先生高山良樹先生と、うん、あの太田先生と私の3人が初期メンバーで、うん、えーっとダジャレじゃないけどその時の初期が鈴木内先生で。<laughs> だったんですよねちょっと今シャレの初期と初期で書けたんですけど、うん、まあいいやあ<ー> <laughs> その時になんかあの高山先生と私と太田先生のイメージはあのすごいすごいモデルあの立派なまあねせっかく作るっていうことになったからねそうそういろいろと盛り込んであるなんか凝った事業モデルを作ることをやるんだって思って話し合ってたら 結構経ってからですよ、ね、あれでも何回かミーティングやった辺たりで体に来てからところでって言って、うん、今皆さんが作ってる授業モデルはあのいわゆるパリコレのモデルじゃなくてむしろ典型っていうかい多くの人があの手をつけられるようなものをモデルと呼んでいるのですよってことを言われたのはその時になんかすごいショックだったんですよねい,いきなりモデルの話になってますけれども要するにあの、えーっとまあ、このた多分年内のセミナー えっと、シェルパーセミナーなんかこの話そのシェルパーの10年みたいなお話になると思うんですけどね、うん、で、まあ、いきなりモデルになっちゃってるけどあのー そのなんでまず高校ね、そのシェルパーの SH ってのはシニアハイだから、うん、ジュニアハイじゃないんですよね、ジュニアハイだとシェルパーにならない、読めないっていうことになるんだけど、えっとまあ、中学校もそうだけど、高校のは特にあのさっき文法訳読っていう話もありましたけども、まあ、文法訳読がモデルなのか、ちょっとよくわかん 特に高校ではモデルっていうのはモデルってさっき今話してるねえっ、ー、とお手本という意味じゃなくて型っていうかね、うんえー、そういうものが特にやっぱりないかなとでそこに持ってきてなんかあの生徒に英語を使わせましょうとかコミュニカティブですよとか何だこういろいろ出てきてるんだけど <laughs>、えー、なんかやっぱりこう型みたいなものはいくつかない A タイプ B タイプその A 定色 B 定色なんていうのはないとやっぱり やっぱりちょっと気軽にはね試せないでしょっていうのでそれでまずあのこ高校のその英語の授業を変えてもらうにはまずなんかそ,そういうモデルっていうこういう型があるよ A 型 B 型 C 型っていうようなものがあるよっていうのが出てこないとなかなか話にならないんじゃないのというそっから始まって。うん たぶんこのシェルパでもあシ,ェシェルパチャンネルでも後にこのモデル以外の話もねずっと、まあ、できれば続けたいとは思うんですけれどもまあそれでまあとりあえずモデルから始まろうかっていう話になって、うん、でしかもそのモデルはその何ていうかファッションモデルのモデルじゃなくて <laughs> 要するに型ですよという。 ことでそれでなんかすごいあの素晴らしいものを模範になるものを作るんだってでこれこの辺があの教,教師らしさが出てるんですよね。なんかやっぱり模範とか模範解答とかですねそれがやっぱりモデルって僕はあの要するに なんだろう車作る時のラフなモデルとか、うんえー、そういうものをなんか粘土なんかでこう作ったりしてでこんな感じで行こうかとかっていうことしか頭にないもんだからだからなんかすっ、うん すごい見本になるものを作るんだとみんなが思ってたっていうこと自体があれな何を言ってんだろうと思ってこんなごてごてしたものを誰もでやらないじゃないっていうね、まあ、年に1回しか食べないようなものを定食ですって言われてもそんなバカなっていう,もうお誕生日会かなんかでやるごちそうのことをなんか作っちゃってるからそう,そうじゃないじゃない毎日食べるのに飽きこないような,なのそれであんまりその2時間半かかって準備するとかそういうんじゃなくて。 えーまあ、できれば鎮圧するぐらいと済んじゃうような感じでや,れやりませんかというようなことだったとま、まあ、そ,それでこうは始まったんでモデルでは始まったんだけどモデルで始まった理由は、まあ、そういうようなことですよということですな。文法訳読が、まあ、モデルかと確かにモデルと言えるかどうかっていうのも疑問だけど、まあ、無理やり思いつくとしたらそれぐらいしかなくて。 でそれでいいのかっていうねえなんか英語を使わせるっていうことを、まあ、もうその10年前からもうかなりそこは意識しないといけなかったんだけど使わせてないよねみたいな現状もあったし、はい、でも、まあ、でもや薬読っていうか授業の中でなんかもう内容を確認してもいっぱいいっぱいでそれで終わりっていう先生たちも多いからじゃあなんかもう最初の一歩として、まあ、それこそその時はまあ私たちの頭も結構。 なんとか柔軟にっていうか冷静になってたと思うんだけどそういうまああの内容を理解して50分終わりましたまた明日という先生たちが、まあ、最初になんかちょっと手始めに変えられるとしたらそれこそやっぱりガラッと変えたものはやっぱり提案しても非現実的だからっていうことでまあちょっとこう音読なら例えば音読とかをねやってもらうようなものを作ろうっていう ことでしたよねでもなんかそうやっぱりモデルその自分の中でこれだったら提案できるかなっていうものを作るまでが相当なんか時間がかかったんですよね鈴木先生はその時は見てずっと見てるっていうかねのだったので詳細に。うん あの記録を取りつつ覚えてるんですけど、まあ、太田先生が一番あの時間かかってたのは覚えてるんですけど一番最初にあのすぐできたのはやっぱり高山先生のパラチャートモデルでできたっていうかだってもう使ってたから、ね、そうあの高山先生があの高校で教えてらっしゃった時に、うん、のパラチャートっていうのをあのやることで薬読じゃないんだけどあの薬があの最終的にあのパラチャートという形でできてでそれを手元に残るようにね、はい、生徒の。 というよりかあのあの彼がに高校でやってたのは要するに和訳渡したいんだけどディープロブレムね渡したら何すんだと <laughs> とんでもないって言われちゃうので、うん、和訳渡してないけれども実際渡してるというようなずっとやってたことだからもう早くできたというよりかもうできてたっていう。うん そうですね、しかももうあれって一番あのやりやすいといかまあ薬毒だけしかやったことない先生でもファーストステップとしてはねこだからほ、はい、本当にまあ正直あのパラチャートの部分が理解するって言って残りの10分ぐらいあの音読っていうまああんまり変わらない <laughs> といえば変わらないっていう感じにも <laughs>、うん ると思うんですけどそうすると薄倉先生のツールウェイとか大戸先生の,あの宿約っていうのはもう少し薬毒から徐々に離れていってる形なのでうん、うん、やっぱり時間がかかったのかなっていうふうに僕は思ったんですけどなんかあの赤本赤本っていう最初の選書最初の選書にもなんか「副題」ね、あ副題ついてないっけ薬毒オンリーから抜け出すってあるよね <laughs> 3つのモデルんかそのこれもその薬毒オンリーのオンリーがあの キーというか、うん、あの、約読を全部やめるんじゃなくて、約読、はい、オンリーをやめようっていうコンセプトだから。っていうので、うん、なんか、三つのモデルを作るときに、最初高山先生の案が、もう、たかに、今、早い段階から出てて。あれは、なんか、ちょっとだけ、約読オンリーを呼びす。ちょっとだけ。うん。<で>うん、たまたま、なんか、順番、確か、できた順番は、高山先生のモデル。あの、トゥーウェイ、宿泊っていう順番にできたなっていうのは、私は覚えていて、うん、でも、なんか、それはある種、必然的な順番で。 あの徐々にその薬読の活動あの部分が減っていくようになっていてそうね最後はゼロパーセントになっているからうんそうそう、うん、なんかその高村先生のがあってで2番目の 2way なんか私が提案するときになんか私はちょっとやっぱ高校の英語の教科書だとあの先生たちはなんかどこかしらでいわゆる薬読を生徒にじゃやらせたいって思いを持ってる先生が多いから、うん なんか薬毒ゼロにしないモデルがもう一個ぐらい必要だなっていうような感じで作ったんですよ。で2個目ができてで2個1個目と2個目のパラチャートと 2way はどっちかっていうと薬毒をやってた先生に少し寄ってるモデルなんだけど3つ目何にしようってなった時にじゃあもういっそのこと薬毒なしっていうラジカルなモデルをみたいな。 話にも多分あったりとかする中で宿版がが生まれたなっていう気でもそれもやっぱりねあのベースになるっていうかヒントになるこう事例はもともとあって全くそのゼロから作ったものじゃないですよね発想としては。うん、実際にもうあのセルハイである学校ではやっていたわけで,、うん、でそれですごく生徒にとってはわかりやすいんで、うん、えいいねというそんな感じですけど。今あの 役読に対してどう,すどういう距離を置くかっていう話になっちゃってるけど、えー、とむしろポイン私としてはポイントはそこじゃなくて、えー、と生徒に使わせるってつまり、えー、と分かったねじゃあ次のレッスンっていうふうにで次のレッスンって言っちゃうとわ分かったものを使うとか練習してできるようにするっていうところがない,ないでしょってで。そうするとなんかまあ 世の中の大きなうねりというか方向性としては使えるようにしようねっていう方向をどうやって出すのっていう使えるようにしようよっていうのはできるものならしたいですよみんなね。<laughs> だけど授業でどうするのって時にだからまあ役がいいとこ悪いとこじゃなくて要するに時間をかす稼ぐつまり使う時間をどうやるのっていうことでそれでまあ早めに役出しちゃった方が理解がね 理解100%でそ,その次使うんだってなかなかならないわけですよね。うん、あのいろんなスキルだってそうだけど100%理解したからそよしそれじゃあ今度は実際に使ってみようじゃないわけだからそっちの方が多かったよね。それで結局、うん、まあ,あの宿泊なら要するに文をそのテキストから間引いてで半分ぐらいにしてその他にあの使う時間を作ろうねとか。うん 繰り返しですよね、うん、2> 2回繰り返そそそそうううううっていだからその内容理解のこう時間短縮のこう配分とそこに新しいものを入れるその割合っていうのも実はモデル3つそれぞれこうね違うんですよね割合が。うんうん、いやだけどあの今モデルっていうさっきのさっきの話もあったけど例えば鈴木くんなんかこうそれをずっと初期初期をしていてねであ,あなたは都,都立国際高校だからだから言ってみればまああの。 一般的な高校とは多少そのや,やられたっていうかやってたっていうか、うん、授業がね、まあ、先生によっても違うと思うけど、うん、まあいわゆるモデルということじゃないけどいわゆるその文法約束じゃないものも多分あ,あるだろうと思うそ,その辺は何,何なのかなその、えー、とそういうんでああモデル作りっていうのはこういうのねっていう。 いうような感じが、えっ、ー、と、むしろ高校で教えてた方々よりかは。あの、あ、そういうことですか。ピンときたか、来ないか。うん、<の>いや、でも、私も、やっぱり当時ピンと最初来てなくて、多分先生方が。あ、モデルって方のことだったのねって言った時に、私も、あ、あそうだったのかっていうのを、あの、入り。やりました。<laughs> まあでもやっぱりその型っていうところからまずあの始めましょうよっていうのはすごい腑に落ちましたね。やっぱりいきなりあのすごい名人芸はできないわけでやっぱり最初にこう何かしらスターティングポイントとして型があってそこからやっぱり先生方がなんかあのモデルの方でもあの微調整みたいな感じで先生方が自分たちで生徒に合わせて調整するとかっていうのはまあすごいあのなんですかね理にかなってるというか腑に落ちましたねとても。と なんか料理のレシピでよくなんか例えられてたような気もするんですけどうん、うん、でもやっぱだからその初心者にはそのアレンジは慣れてきたらできることでその初心者っていうかそもそもその作り方を知らない人はまずこうやってこうやってこうやるんだっていうのはある種教えられた方が新しいものを紹介された方が安心はできるその時にその方っていうものはそもそもないからやっぱそこから提案しようっていう確か話だったと思うんですよ。うん で、なんかまあ、今10年経って、どれぐらいそれがまあ、普及したか、えっ、ー、と、どういうふうに私たちのそのモデルがあちこち、なんかまあ、育っていったっていうか、影響を与えたのかなってことも、ちょっと次の回で、またゆっくり話したいなと思っているので、あの、また、あの、引き続きお付き合いください。今日のあの、シェルパチャンネルは一旦ここで終了して、また次回、この話の後編に行きたいと思います。うん じゃあ皆さんさようならはいどうもまた